第4試合、吉田麻里子対レジー・ベネットという優勝候補同士の対戦になりました。ふみさん、はい、2人はですね、とにかく前女時代からの大親友で、そうですね、一緒に練習してますし、ね、はい、あの昨年アルシオンのですね、スタート時にレジーを吉田麻里子がアメリカへ迎えに行ったような形になりましたね。で、なんとですね、この試合の前にですね、はい、レジーがですね、あの吉田麻里子との話し合いで負けた方がですね、はい、次の試合のセコンドにつくって言うんですよ。まあこれあの自然の流れというような感じがしますね。なるほどね。またあのきっと吉田麻里子にとってレジーは自分が今やりたいレスリングを一番試せる相手なんでしょうね。うん、いつも練習してますし、うん、まあ、思いっきりぶつかっても平気な体をしているというか、ええ、はい、今のなんかの片足タックルなんかもこのアマレスの流れを組んだ吉田がやりたいスタイルですよね。正統派プラス回転技関節技、はい、プラス ルチャというね、多分吉田麻里子の中でルチャは半分捨てちゃってると思うんです。そうですか、はい、ですからこういう割とあの密着のレスリングといいますか、ええ、格闘色の強いもの、蹴りがないだけですね。なるほどね。締めなんでしょうね。あ、これも今後ろからあのフェイスロックというかチンロック、これ同時面も入ってますしですね、同時面スリーパーの変形ですね、はい、そうですね。さあ、綾子さん、はい、このなんていうかレジーと対戦するね、はい、吉田選手、はい、うん、どんな心境でしょうね。どちらも優勝候補ですからね、はい、綾ちゃんも1回戦勝ち上がってますからね、ええ、昔というか何年か前に吉田麻里子がメキシコを遠征した時を見てるんですか。少しは見てますけど、まあ、あの時とはレスリングのスタイルが変わっちゃってるんで、あ、今のこのアームロックなんかも下からアームロック、下からアームロックですからね、この腕がかえって後ろ行っちゃうとバキッというやつですね。強烈ですね。あ、これがバキなんです。バキなんですね、はい、さあどうだ、こらえることができるかどうか。レジーも本当にあのアメリカンスタイルの申し子みたいなレスラーだったんですけれども、ここ1年で本当にファイトスタイルガラッと変わっちゃいましたね。もともとは本当にアメリカンというような形のプロレスだったんですけど、はい、うん、ここでやっぱりアキレス腱固めをやるんですね。アキレス腱をね、攻めていきます、はい、とレジの方で自分の足首を戻したり、うん、相手の腕を押したりして曲がらないようにしながら、うん、まあ、立っていくというか、うん、でこっちは膝十字来ましたね。強烈ですね、この膝十字も。だから本当はのレジの明るいキャラクターでいうとあんまりここまでシリアスだと、うん、あのレジらしくないかなというような見方もできるんですけども、今本人がこれにかけちゃってますから。しかも相手が相手でしょ。そうですね、やっぱりね、今日はこれしかないですね。そうですね、はい、今知らない間に形がサソリ固めになってました ね。だきっとあの観客の方もこのレスリングを、まあ、教育的にというか、はい、あの見る訓練をしなければいけないということですね、うん、正統派プラス関節技を加えたグランドレスリングですが、この吉田とレジーが最初にこのスタイルに取り組み始めた頃はお客に分かんないことやんななんていうですね、そういう意見もあったんですけども、この人らが非常に頑固にこれやってますので、きっとこれもアルシオンの一つの形になるんだと思います。やがてもうレジーだったらすぐにですね、レジーラックではないんですよね、それとかあの肉弾なんかアタックみたいなですね、そういう形だったんですけど、はい、またあの随分減量して20キロ減ぐらいになりましたんで、動きはシャープですね、はい、そのいわゆるダダンボヨヨンと言われてきた頃よりは20キロ近く体重が減ってるわけですね。浜田選手、このグランドレスリングに関してはどのぐらい、あ、将来的にですね、自分の中に取り入れたいですか。
今日はあのトップロープを使ってましたけどね、結構ね、はい、飛び技が多かったんですが、はい、飛び道具も必要ですけどね、はい、多分綾子選手の場合はそれこそ門前の小僧を習わぬ教養部じゃないですけども、ね、あの子供の頃から見てきたものがもう遺伝子の中に入ってるんですよね。そうですよね。ですからこれはこれから勉強するもんですよね。そうですね。さあマウントになってます。レジお互いにどっかの関節を今取ろうというところですね。そうですね。ああすごい、これは腕を取りに行ったけれども、早かったですけども、レジが腕をくらって取っちゃうのも早かったですね。防御しましたね、はい、これが今マウントですね。吉田が上、レジもちゃんと防御してますね、下から。そうですね、はい、腕が伸びる前にこうやって上がってきますし、つまりこれあのお互いにいつも道場でスパーリングしている形そのままなんですね。うん。一回ブレークかかりましたね。ロープサイドですから。ロープサイドですね、はい。出てますね。両者ロープブレークでやりますが、この辺が非常に関節の取り合い、技の掛け合いというところでやります。はい、この吉田麻里子のシェイプアップした体がまたすごく魅力的なんでしょうね。ねえ。あの本当に無駄な肉が一切ついてませんね今、うん、これは鳥ですもんね。しかもこのコスチュームは本当にあのもうお馴染みになりましたけどね。いや似合ってます、はい、かっこいいです。今も本当にあの1回立ったんですけれども、吉田麻里子選手の方が挨拶代わりに足の方にタックルいきましたね。うん、これは持ち上げる。さあどうだ、こらえろこらえろという声で、しかしさあ持ちはこらえました。一瞬こらえる、膝をつくならば上からですね、逆を取る。早いですね、レジも、はい、でアキレス腱ですか。再三このアキレス腱のために言っています、うん、吉田がロープに逃れました。くるんと回って足払ったのも良かったですね、レジの、うん、ここにまたまだあのアメリカンプロレスの片鱗がちょっと残ってます。そうですね、はい、でもそれやった方がいいと。ああ、こういう返しもあるんですか。さあスリーパーです。スリーパーに入ってるかな。そのままグランドの体勢に行く。どういう体勢に入るか、はい、さあ吉田麻里子がレジを、さあどうだ、同時にスリーパーの体勢に入っているレジベネット、捉えることができるかどうかであります。大きな体を回していかないようにグッと胴体を締めます。足はどうだ、ロープにかかるかどうか。かかりましたね。かかりました。シリアスな攻防ですね。はい、素早く入ったスリーパーからどう締めてね。もう一丁。これは投げられないでしょう。エルボー、逆エルボーです。逆エルボーです。く。簡単にロープに飛ばされてしまって、レジーラックだ、レジーラックに行っちゃうぞ。危険だ危険だ危険だ、吉田麻里子危険だ、危ない危ない、はい、うまく入りました。あー逃れた。でもそのまま、お、今度はまたスリーパーですね、はい、逆転でスリーパー、素晴らしい技。よいしょ、うわー、よいしょ、パーボム、うん、あー逃れました。でもだいぶダメージが、ダメージありますね、はい、来てますね。この連続技レジーラック、自分ではスリーパーに入ったんですがパワーボムです。その後あのすかさずレジーの方がフロントフェイスロックといいますか、ええ、ヘッドロックに入ってますね。ヘッドロックに入りましたね、はい、レジーベネットのあのパワーボム浜田選手、はい、あの練習マッチでは浴びたことありますか。ないです強烈ですからね、ええ、さあ、あれはもう爆弾技ですよね。そうですよね。吉田麻里子はロープに足もつれちゃって、いけません、はい、いけません。だいぶダメージがダメージありますね、あります、はい、だいぶダメージがあります。ふらついている吉田麻里子、さあ吉田麻里子はこのシオン98もう優勝を狙っているわけでありますが、でもまたこれから後ろを取って足を絡めてアキレス腱ですね、アキレス腱がためロープに過労してレジーが逃れます。レジーはまだまだスタミナ十分です。十分です ね, ね。それからリバース DDT ですね。一
つ目があのシリースラムというのを狙ったんですけども、吉田麻里子ちゃんと立っちゃったんで、うん、すかさず別の技行ったんですね。なるほど、この辺も早いレジ。以前の今のリバース DDT っていう技使ってなかったんで、うん、レジーもそれなりにあのまた新しい技のレパートリーを一枚一枚増やしてるんですね。なるほどね。このパワーボムは、まあ、レジーが最も得意とするグローバル日課、はい、グローバルパワーボム勝負かかってますね。これフィニッシュ技でやりますが大丈夫か吉田麻里子。しかしコールに行きませんね。自分があのトップロープからボディープレスをしやすい場所に移したんでしょうね。ボディープレスをセカンドロープから飛ぶのか、トップロープ、ロープにまで上がるぞ。レジーベネットが飛んだ、かわした。ちょっとボケツって感じですね。そうですね。これであの吉田選手の方にチャンスがあります。足を取ります。裏アキレス腱ですね。裏アキレス締め上げる。レジーベネットロープはもうすぐだ。懸命に締め上げるアキレス腱。ここでロープブレイクでやりますが、それにしても、うん、また持っていきましたね。そのままどうするか。あーでもとあの膝十字で返されちゃいました。力ありますね。そうですね。無理な体勢でも、ね、相手が動かせちゃうんですね。さあ今度これはこれ逆十字です。逆十字ですね。手を一生懸命掴んでやっとですね、はい、これ手が切れるとうまいんですけど、ね、やっぱ状態起きてきちゃいますから、これは、はい、反対の手が伸びているぞ、はい、危険だ、これは危険だ。ネジベネット危険だ、ね、危険です、危険だ。さあギブアップかどうか。ネジベネットどうだ。おあギブアップです、ギブアップです。裏十字がダメです。いやグイグイと締め上げましたけれど、ウィナーは吉田麻里子。吉田らしい戦い方というか勝ち方なんでしょうね。